いつもネガティブに考えてしまうよね。最悪の事態を想像しながら、それを回避するやり方を一緒に考えて、いつも君の頭には悩み事ばかり。そんな君を見てると少しゆっくりしようって、ちょっとでも気が楽になるなら話を聞かせて。夜の闇の中で君は悩み続けて、絶対大丈夫だから、きっとうまくいくはずさ。必ず朝やってきて新しい風が吹くよ、きっと朝はやってくる新しい日の始まり。いつもポジティブに考える癖がある。今がどん底ならあとは登るだけ。いつも前を見て上を見て頂上を目指して、僕は必ずできると思っている。君羨ましげに僕を見つめているよ。その前向きな考え方はどうしたら身につくの。夜の闇の中で君は悩み続けて、絶対大丈夫だから、きっとうまくいくはずさ。必ず朝やってきて新しい風が吹くよ、きっと朝はやってくる。